今回は、体験杯終演戦の決勝第2局見ていきたいと思います。黒番が一力規制で、白番が芝の名人ですね。ますぐに三三ですね。で、ここで白が何回系をね、 避けましたね。まあ、黒が何回系仕掛けてきたわけですけども、抑えたら何回。白が抑えたら何回な形なんですけども、ここは白が避けましたね。まあ、何回系避けてもほぼ互角ですので、まあ、序盤ゆっくり打とうという作戦ですね。 つけ一発から隅つけてきましたね、まあ、このつけっていうのは大ゲーマの弱点ですよね大ゲーマちょっと隅の字が甘いですので、まあ、白がだいぶ隅の字を稼ぐ展開となりましたね、まあ、ここまでの展開としては白がうまく打ってるという感じですかね でここで黒が覗きで仕掛けてきましたね。ついでくださいという手ですね。で隅をこうにしてコ材を打って黒こうを解消して。で一応白もね、まあ、黒こちらに打ちまして白次に打たせましたんで一応黒もね 覗きに継がせたので満足ですかね。で、さらに全体の白を攻めれますので、ここは黒が少しポイント取ったんですかね。黒の、黒が今主導権取ってて、黒に勢いが出てきてますよね。 もう一応黒の攻めが成功した形かなと思いますね。白石たくさんあるんですけど、だいぶちょっと凝り形ですからね。で、ここで厳しく切ってきましたね。 上辺、真ん中に黒の模様ができてきましたね。で、こう逃げ出しも先手で打ってまして、これが先手で打てたってのが大きいですね。白ギリギリ生きてるだけの形ですので、二目行きなので。ここら辺で黒が少しポイント取りましたかね。 形勢なんですけども、今現在ね、黒が主導権取ってるんですよね。まあどうしてかっていうと、黒はもう弱い石がなくて、白だけ一方的に弱い石がありますよ、ね、ので、真ん中の白が弱いんです。非常に危険な状態なんですね。まあ、これがね、眼形の急所で、厳しい攻めでしたね。 これもかなり厳しい眼形の急所にね、打ちまして、これ結構黒本気で攻めてますよね。こういう手が打てるってことは一力さん非常に調子がいいですね。一番最強の手を打てているわけですから。今黒が優勢なんですけども、全く緩まずに最強の手を打ってるわけですね。 でここで一旦攻めやめましたね。とりあえずすぐには打たずに、まあ、左上も大きいですので、覗きいい手でしたね。これ字を稼ぎながら白を攻めてますね。で、こうやって、下がりで頑張って、まあ、これが先手で効きましたね。大きいですよね。 で、これがさらにね、厳しい手でしたね。これっていうのはもう、種石を助けた手なんですけども、本気で狙ってる手ですよね。こういう種石を助けつつ、全体の白を攻めていくと。で、ここですね。これが結構頑張った手ですね。これ白の勝負手でしたね。 一応まだ難しい局面ではあるんですけど、まあ、黒はっきり優勢ではあると思うんですけど、絶芸の図も見ていきましょうか。まあ、一応伸びれば眼形は、伸びは一応ここ全体の白の眼形の急所であるんですけども、黒を当てられるとの額で、まあ、これ眼形として、 非常に大きい場所ではあるんですけども。まあ、ほぼほぼ先手なんですよね。まあ、これが相場ではあるんですけども、ちょっとこれでは白チャンスがないと見て、実戦勝負で打ちましたね。まあ、こっちの方が眼形が豊富ではあったんですけども、 まあ、生きても苦しいという判断ですかね、仮に。より、確実に生きる手を、あの、生きに行く手を選択するよりも、ここら辺の真ん中の黒字を、少しでも減らす、しのぎは難し、生きるの難しくなるんですけども、黒字を減らしに行く手を優先したわけですね。だから勝負手を打ったということですね。 まあただですね、ここに打ったので白の眼形がちょっとないんですね。覗きが厳しくて、覗きから当てで、まあここら辺の白の眼形がほとんど消えてしまいましたから、これはもう取られても文句の言えない、まあ、相当厳しい形になりましたね。 この二件でさらに勝負手打ったわけですけども、まあ、ちょっと普通に打っても勝ち目ないということでさらに勝負手打ったんですけども、切断が厳しかったですね。黒石が強いのも切断が成立してますね。この手も冷静でいい手でしたね。ここはですね、繋ぐとちょっと紛れる可能性があるということですかね。 こうやって。一応、ここの真ん中の黒は、これは別に切りから出て助かるんですけども、ここの種しとって、まあ、真ん中の黒は大丈夫なんですが、右辺の黒ですね。当てが効いて下がられて、ね、右辺の黒がちょっと危険な状態になっちゃうんですね。まあ、つけても割り込みがありまして、ね、 こうやっても当てて、単純に差し込みまして、単純にダメ詰めて、取っても当てて、これダメが詰まってますんで、全部種子が取られちゃうんですね。種子というか、これ種子ですよね。種子が取られちゃうんですね。 だから、結構危険ですね。ス,スナッの危険ですね。ただ、別にここは取られても掛け目なので、眼形には関係ないんですね。ということは、ちょっと白が見切れないと。いうことで、周り黒石だらけで、ちょっとしのぎがないんですね。 ここら辺は黒の読みが強かったですね。まあ,あ、ここ読み切れてましたね。で、こちらに打ったところで、白が投了して黒の調子勝ちとなりました。最後はこの真ん中の白がこれ全部取られてしまいましたので、ここは全部取られ,取られてしまったので、投れも仕方ないという判断だったかなと思います。 というわけで今回はここら辺で終わりにしたいと思います。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。